メガトロン様、ウォーブレイクダウンの行方が分からなくなっています。オートボットか。サウンドウェーブが偵察しておりまして、奴の報告によると、なんとびっくり、ウォーブレイクダウンは人間にさらわれたようです。この時期の流れには見覚えがあるぞ、サウンドウェーブ。こういう場所にはディセプティコンが作った武器があるのだ。敵に持っていかれたらまずい。その武器、俺が取ってきますよ。ウォーブレイクダウン、弱い人間に勝てなかった貴様がオートボットにかなうわけないだろうが。もう一度俺にチャンスをください。あの時の悔しさは忘れることなんてできません。今度こそうまくやりますから、行かせてください。俺がバカでした。大バカ野郎です。とんでもない間違いをしていました。メガトロン様を差し置いてリーダーになろうなんてどうかしてたとしか思えません。完全に俺の思い上がりでした。これからは脇役に徹します。忠実なしもべとしてメガトロン様にお仕えします。練習に付き合ってくれてありがとうよ、サウンドウェーブ。また厄介な連中が動き出したぞ。ディセプティコンだ。あちこちでハイテクマシンを盗んでる。これは粒子加速器の防犯カメラが捉えた画像だ。見覚えのあるやつが映っているだろう。サウンドウェーブか。最新鋭のマシンばかりかっぱらってる。これが盗難品のリストだ。プラズマ入射器、中性子シールド、四次元立方体。連中があれを作ろうとしているなら、あと足りないのは。ディセプティコンスペースブリッジバージョン2が間もなく起動可能になりますよ。あと必要なのは、サウンドウェーブの言う通り、十分な量の電源ですね。発電機がある場所は厳重に警備されている。人間の基準ではね。私なら潜り込めるし。ディセプティコンとオートボットの長きにわたった争いを終わらせてくれる。サウンドウェーブ、我の座標をロックしろ。オプティマスプライムを運命に導くのだ。やめろ、サウンドウェーブ、止めてくれ。頭の中で奴の鼓動が。メガトロン様、貨物倉庫はダークエネルゴンでいっぱいっしょ。もうとっとと逃げましょう。ビーコンがダークエネルゴンで弱ってるっしょ。だが我は強さを増している。エアラクニッド、我が戻るまで指揮を任せる。どちらへお出かけっしょ、メガトロン様。ガイアユニクロンが我を呼んでいる。メガトロンちゃんからの連絡はまだなの？オートボットと手を組んだ方が自分のおもちゃの売れ行きがいいと思ってんでしょ。絶対そうよ。自分だけずるっしょ。もうメガトロンに頼ってちゃ未来はないっしょね。こうなったら私がリーダーっしょ。メガトロナスはサイバトロン製の指導者たちに対抗し、サイバトロン製の平等を強く訴えた。この革命家のもとには忠実な部下が集まった。サウンドウェーブがその右腕となった。野心を砕かれたメガトロンはオライオンや議会との縁を切った。そして敵対する者全てに戦いを挑み、自らの軍隊を大きくしていった。その軍隊がディセプティコンだ。メガトロンは全てを憎み、戦いは激しさを増していった。やがて戦争でサイバトロン星が滅んだ。星はその中心まで毒されてしまった。ディセプティコンのみんな、私たち散々メガトロンに尽くしてきたのに、あいつったらオートボットの連中と仲良くしちゃったりしてるわけよ。おかしくない？地球を征服する計画って失敗しちゃったんじゃないかなって思うわけ。エアラクニッド司令官、まさかメガトロン様を見捨てろって言ってるわけじゃないですよね。サウンドウェーブちゃんが頑張ってるんだけど、メガトロンの信号は検知できない。もう死んじゃってるか、ガイアユニクロの手下になってるかのどっちかだと思うわけ。私らディセプティコンにとっちゃどっちもヤバいっしょ。ここらで地球から脱出した方がいいんじゃないかなって思うわけっしょ。この計画に文句ある人いる？じゃあとっとと逃げましょう。出発進行。なんか文句あんの、サウンドウェーブ。ここ
このリーダーは私。あんたはサブリーダーのままにしてあげるしゃ。ヒロイン復活、そこをおどき。お尻攻撃。あらら、届かない。あんたズボズボのタコタコにしてる。顔はやめてったら。静かな奴が怒ると怖いな。お帰りなさい、メガトロン様。武器を下ろせ、フォーブレイクダウン。彼はやっと再会できた古い友人だ。